今までのよもやまでさ、うん、ジャンル的に言うとブルースロックっていうのが中心になってきたけど、うん、そっから派生してそうだな、本物のブルースとか、うん、あとパンクすら取り上げたのに、うん、このジャンルを取り上げてないっていうのはないですか？いや、それはいろいろあると思う。いろいろあるかな。そんなあるかな。わからない。いや、俺の中ではさ、うん、そういう大きいジャンルの中じゃさ、サザンロックってそういえば取り上げてないなと思ってさ。確かにね、うん。で、正直さ、あんまりサザンロックって深く聞いたことがないというか、まあ好きで聞いてきた部分はあるけれど、だいたいそうだな、代表的なところで言えばもう音外せないのは、オールマンブラザーズバンドとか、うん、レーナード・スキナードもサザンロック。そう。あとさ、なんだっけな。俺よく聞いたのは、なんだっけな。42マグナム ?38 スペシャル。何なんだろう、俺のその、42なんか。なんかさ、日本のバンドでいなかった？え、日本のバンドで？なんとかマグナム。あ、そっか。わかんないけど。それとごちゃになってるのかな。え、なんだっけ。なんかいたような気がする。全然違うよね、でもね。なんとなくでも分かったよ。それは。一応ね、うん、何が言いたいかはね。すごいね。一応ね。さすが。そう、その38スペシャルって俺は結構好きで聞いてたんだよね。そうなんだ。うん、ね、もしかしてデレクトラックスもサザンロック？あ、だよね。うん、そうだよ。デレクトラックスバンド。あ、そうだね。あ、違う。テデスキートラックスバンドとか。トラックスバンド。まあ、好きな人多いと思うんだよね。うん。で、バンドでもね、いるよね。レイナード・スキナードのトリビュートバンドで。うん、日本のね、二大トリビュートバンドがね。うん、うん。なんだっけ、レオタード・スキナードと、ファーストエイドスプレー。ファーストエイドスプレー。ファーストエイドスプレーは毎年10月のそのレナード・スキナードってメンバーが飛行機が墜落して亡くなったんで、その墜落したあたりの時に必ず横浜のサムズアップってとこで年に1回は必ずそれをやる。レオタード・スキナードは九州のバンドだから、何年かに1回東京に来てやるって。地元でどのぐらいやってるかわからないけど、まあだからそんなには見たことないんだけど、まあその二大バンドですよね。うん、あの、レオタード・スキナードのさ、うん、ギターの人二人、うん、兄弟だっけ、うん、すっごいギターコレクターなんでしょ？そう。お兄さんがコレクターなのかな、うん、すごいよね。らしいよね。どうも。なんだっけ、面白い表現あったよね。なんだっけ、稲を刈るようにギターを刈る。ああ、刈ってた時ね。すごい刈ってた時。稲を刈るようにね。しかもレスポールだもんね。ああ、バーストってやつね。うん、すごいよ。うん、で、あそこのバンドはね、語りがすごいんだよね。いや、もう語りを見に行く人がいるぐらい、うん、弟さんね、それは、うん、すごいよね。あの MC なんかコミックバンドと紙一重なんだけど、演奏すごいよね。すごい。ああ、もうクロコダイル超満員だもんね。超満員、うん、で機材も全部九州から運ぶからね。あの、使ってたのと全く同じやつね。そう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 。すごい、あの、本格的なトリビュートバンドです。うん、で、ファーストエイドスプレーも、あの、なんだっけ、横浜のサムズアップ、ね、サムズアップっていうね、うん、やっぱりね、すごいお客さんの収容人数の大きいところをいつも満員にするバンドなんですよ。あそこはもう演、もう完コピだからね、また。すごいよね。うん、この、レイナード・スキナードのトリビュートバンドっていうと、この二つが双璧なんですよね。うん。と思いますよ。うん、そう、そんな、その、楽器をやる人間を引き込んでやまない、このレイナード・スキナードなんですが、まあちょっとね、いろんなドラマのあるバンドなんでしょ？うん、だからその、レナードね、うん、あれが、飛行機が墜落しちゃってね、うん、一番すごい時かわかんないけど、でもまあ、本当に素晴らしいバンドで、うん、日本にも
来日し、初来日した時はね、うん、まだその飛行機事故の前だから、うん、初来日っていつなの？77年。77年か。蓮池さん兄弟も行ったんだよ、拉致される前に。そうなの？うん、弟さんが。へえ。武道館来たの？武道館じゃない、中野サンプラザ。私が見たのは中野サンプラザで、多分その時中野サンプラザじゃないかな。じゃあ何、オリジナルメンバーのフリーバード聞いたの？そうそう、だから東京は中野サンプラザか、うん、そうそうそう、だから東京公演見に行ったみたい。すげえ。だから、え、て天の声さんも見たんでしょ？見ました、見ました。すげえ、いいな。それはもう、でもまさかそんな事故にね、うん、で亡くなるとは思わないからね、うん。何人お亡くなりになったの？ボーカル？ボーカルだよね。うん、まあボーカルのね、あのロニー・バンザント、うん、あのいつかあれに来てくれた、あのここに来てくれたジュディさん。うん。ジュディさんはとにかくレイナード好きなの大好きで。うんうん。で、ロニーの奥さんがジュディさんって確か言うのよ。で、自分の名前、ハンドルネームもジュディさんに。そうなんだ。確か、うん、あの、クイーンのお話をしてくれたジュディさんね。そう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 。え、なんでサザンロックっていうの？南部のバンドだから。南部のバンドだから？そうそうそう。意外と単純なんだね。そうだね。だって、ブリティッシュロックとかさ。まあ、そうだね。確かにそう。そうじゃない？もっと具体的に言うとどこら辺なの？ジョージア州とか、うん、そのフロリダも、だまあオールマンなんかフロリダの出身だけど、あのアトランタとかさ、あっちの方とかさ、まあだからいわゆる南部テキサス。でもテキサスってもあの例えばスティービー・レイ・ボーンなんかは、サザンロックとは言わないもんね。そうそう。それで、そうそう、さっきの続きですけど、ロニー・バンザント、以外の、あのスティーブ・ゲインズっていうギタリストも、そのあれで、亡くなったし、あと、なんだっけ、バックコーラス、キャッシー、なんだっけな、もう一人死んでる、3人死んでるんだ。飛行機事故？そう。墜落しちゃったの？墜落したの。キャッシー・ゲインズ。あのね、確かね、燃料が、足りなくなって。なんじゃそりゃ。でね、いや、77年なんだけどね、事故が。あの、当時、そのアメリカのツアー、他のバンドにしても、とにかく、70年代のアメリカのツアーとか、コンサートって、とんでもない、今から考えられないようなことがいっぱいあって、うん、でそういう燃料切れで飛行機墜落とかね、うん、なんか、暴動がすごいとか、人が殺されたとか、あと、この間見てたのは、野外コンサートがすごく、うん、まあ、ウッドストック以来野外コンサートっていうのが、アメリカではもう、どこもかしこも やり始めたんだけど、とにかく、プロモーターとかがいい加減っていうか、慣れてないから、例えば会場について、で、フェスって、例えば5つも6つもバンドが出るんだけど、うん、着いた時にまだ出る順番が決まってなくて、マネージャーがくじ引きで決めたとか、あと、会場に行くのに、その、ホテルから会場までヘリコプターで移動なんだけど、それヘリコプターで降りたらガラガラヘビがいて、誰かが噛まれたとか、もうね、とんでもない話がいっぱいあって、それで、なんかこう、現場はもうぐちゃぐちゃだし、うん、本当に、何時に始まるのか分かんない、例えばセッティングにすごい時間かかって、ステージ1個しかないから、そこでバンドが、一つのバンドが終わったら、片付けて次のバンドのセッティングがあるから、その間ずっと待たされてるとか。うん、で、途中から2つステージを作って、1個バンドが、ね、うんうんうん、終わったらもう1個のバンドが、うんうん、はいはいはい、それあったけども、最初はその、1個片付けて次だから、もうそのバンドとバンドの間の時間が。俺らなんて、転換10分だぜ。だからそういうのでさ、こうしよう、ああしようっていうのがその後いろいろさ、みんなが考えて改善されたんだけど、だから最後のバンドが出るのも夜中とかさ、うんうん、そういうのザラなし。次編だってね、ウッドストックすごいずれたもんね。あと、なんかね、アメリカだと霧、うん、
霧が出ると、はいはい、もう自分の手元が見えないぐらいの霧だから、霧が出た後のバンドはもうその日出れないとか、あともちろんだから雨とかは当然だけど、あと竜巻、竜巻でなんかいきなり出番のちょっと前に起こされて避難したら、もう見たら自分たちが出るはずのステージが竜巻に巻き込まれて、ステージも機材も全部巻き込まれてとか、なんかね、とんでもない、そういうどこのバンドも70年代は。あと感電したっていうの、感電もよくあってね、死んじゃった人もいるしね。だから本当に飛行機事故、あとヘリコプターだって、スティービー・レイボンだって、あれ90年ぐらいだったね、確かに、うん、だから本当にアメリカのツアー移動の時に、うん、墜落までしなくても、うん、なんか飛行機、小型飛行機でちょっと移動する時なんかは、パイロットがベトナム帰りのパイロットで、アクロバットみたいな操縦をして、もう生きた心地がなくて、もう絶対ツアー行きたくないってやめるメンバーとか、まあ今考えると面白いっていうか、すごい、そういうなんかネタとしてはすごいんだけど、まあやってる人たちは本当大変だっただろうなと思うよね。確かね、レーナードの飛行機って、ブラックサバスかなんかが乗ろうと思ってやめたとか、なんかそういうあれもあるし、なんかね、とにかくあったんですよ、70年代は本当に。で、まあ、レーナード、スキナードは、そういうわけで。そうすると何、メンバーの入れ替わりが1回だけなの？1回だけっていうか、レーナードって結構その後も次々。そうだよね、うん、俺の記憶だと。病気とかね。うん、結構、そう、もうオリジナルメンバーとかほとんどいない。うん、でもやっぱりその最初のメンバーのライブは、うん、ライブ版が出てるんですけど、日本のじゃないけど。うんうん。ワンフロムザロード。そう、うん。あれがすごい。すごいね、あれは。うん、それこそクロスロードすごいよね。うん。あのね。ワンモアフロムザロード。あ、ワンフロム。うん、なんか、セッション仲間でね、何ワンモアって言ったわ。そう。ワンファンファン。セッション仲間でね、うん、よく最後にクロスロードやる人がいるんだけど、うん、なんかね、レオナード好きな、レーナード好きなバージョンだとか言って。そうだね。で、弾いてるよ。いや、とにかく3人ギターがいるからさ、うん、トリプルギターだからさ、うん、それがすごい迫力でさ、うん、それぞれなんだよね、全部ギターも違うし、持ってるギターも違うし。ギブソンがさ、うん、あれは、エクスプローラーか。うんうん、アレン・コリンズモデルを出したりね、うんうん、だからそういうシグネチャーモデルが出るくらいな、うん、こうなんだろう、人を引きつけてやまないバンド、うん、かっこよかったもん、本当、うん、かっこよかったもん。そういう意味ではやっぱりレーナードは1回だけでも来てくれたからね、うん、あ、1回しか来てないの？その後再結成して、うん、2回、うん、来たけど、うん、まあそれはさ、例えば、リトルフィートなんかもさ、うん、ローウェル・ジョージが生きてるときは1回しか来てなくて、その後、再結成っていうかまあ。一緒に行ったね。あれはもうローウェル・ジョージいないときだよ、うん。だからそのね、代わりのメンバーっていうか。うん、でも、ローウェル・ジョージがいたときは、1回だけ来日したから、うんうんうん、やっぱり、貴重なライブでね、うん。だからそういう意味では、オールマンは来てないからね。再結成の時は来たけど、要するにデュアンのオールマンは来てないから。オールマンも見たかったけどね、ねデュアンの時は、うん。デュアンはどうやってした？やっぱりレイラ？そうじゃないかな。デュアンオールマンはレイラかな。あの人ってマッスルショールズの人なんでしょ？そうそう、マッスルショールズの、そのスタジオで、まあ、雇われてたっていうか、ハウスバンドみたいなの、うんギタリスト で、うん、で結構有名な曲のギターを弾いてて、だからいろいろいるけど、あの人はすごいギターだっていうのがそれ評判になって、確かそれを集めたアルバムも出てるよね、 CD でね、マッスルショールズの、うん、デュアンが参加した曲のね、あマッスルショールズでやったやつか、だと思うけど、でボズスキャグスなんかが
ソロアルバム作るときにわざわざマッスルショールズ行って、わざわざもうその時いなかったデュアンを呼び寄せてギター弾いてもらう。でもそれってボズスキャグスが人気が出る前の、うん、もっと渋い、うんうん、ブルース、ドブルースだった頃、うん、まあドブルースもないけど、でもまあそういうだいたいボズスキャグスってスティーブ・ミラーブルースバンドにいた人だから、スティーブ・ミラーもブルースバンドって名乗っててやってたんだけど、まあそういうまだおしゃれな、うん、何 We are all alone とかさ、そういうのやる前の、ひよっちゃってね。私でもね、アルバム好きなの、シルクデグリーズっていう。ボズはね、でもいいよ、うん、俺リアルタイムですっげー売れた曲があって、それは好きだったな、なんだっけな。We are all alone じゃなくて、あれの時はまだ知らない、スーツ着て武道館でコンサートもやって78年ぐらいで売れた。ティリティリーティリリーティリリリリー、何ティリリーティリリーティリー、全然わかんない、全くわかんない、なんだろう、これさ、聞いてる人ってさ、わかる人いるかな。なんかね、俺の鼻歌でこれは私分かりましたって言ってくれた人いたような気がする。あ、そう、うん、そっか。なんだっけ、サザンじゃねえや、オールマンか、うん、オールマンの話だ。オールマンはもしかしてレイラで知るか、もしくはその死んだニュースで知ったか。死んだニュースだと相当前じゃん。71年だよ、うん、だってレイラの後じゃん。うん、あ、もちろんだからレイラの後なんだけど、天の声さんがまだまだ、そうそうそう、なんだけど、でもそれってちょうど1年後に同じバンドのベリー、ベリーじゃない、なんだっけ、あの人、ドラムのベースの人、オールマンのね、うん、がほとんど場所も同じところで死んでんのよ。へえー、そうなんだ。うん、トモビキってやつですか。うん、なんかそれですごく、なんだろう、それがなんか、ニュースになったっていうかな。ニュースって何の、ラジオとかなんか。いや、あれよ、ミュージックライフ。ああ、そっかそっか、うん、だからそういうニュースかもしれない。うん、そっか、レイナードもオールマンもそういう悲劇がついて回ったのね。そうだね。うん、で、何、再結成した時は日本に来たの？そう、91、92って続けてきたの。それ見に行った？見に行った、見に行った。うん、ごめん、さっきのベリー・オークリーでした。ベーシスト。はいはいはい。で、何、その、オールマンの再結成の時は、あれ？デュアンがいないだけ？他に入れ替わりはあったの？あの時のメンバーって。ディッキー・ベッツと、あと誰だっけ、主要メンバー。ほら、デレクのお父さん。ブッチ・トラックス。そう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 、うん。あ、みんないたんじゃないかな、それこそ。なんか仲違いしちゃったんでしょ？違ったっけ？誰と誰が？ディッキー・ベッツと誰かが。で、もうディッキー・ベッツはもうオールマンに戻らねえ。それはね、うん、うん、そう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 。だから、オールマン、デュアンが死んじゃって、うん、まあ、ディッキー・ベッツが割と前面に出てくるとちょっとカントリーっぽくなったのよ。うん、で、オールマンの昔からのファンは、うん、もうディッキー・ベッツになってからのオールマン嫌いっていう人が結構いるわけよ。そうなんだ。そんなカントリーみたいになったオールマンの、それこそドブルースみたいのね、やってたわけだから。だから、なんかそういうのを、で、それで、ディッキー・ベッツと、まあ、他のメンバーっていうか、グレッグとか、うん、まあ、他のバンドのメンバーとかがすごい、いろいろ揉めて、うん、で、オールマンがさ、結成40周年記念だっけ、うん、ビーコンシアターでさ、やってクラプトンなんかが出たじゃない、うんうんうん、確かあの時、ディッキー・ベッツって、入ってないの、うん。で、なんか、せっかく何十周年記念だから、一緒に、さすがにやるだろうとか思ってたんだけど、うん、なんかデッキ別もデッキ別で、
参加してやるんだからいくら出すみたいなことを言ったとか言わないとか、うん、まあそんなんで、なんか、とにかくすごい仲悪いよ。うん、なんかでさ、いつの頃からかさ、ウォーレン・ヘインズとかさ、ね、デレクトラックスとか入ったよね。で、ウォーレン・ヘインズが、私が見に行った92年のそのオールマンの再結成の時って、うん、コンサートが始まる直前に、今日はグレッグ・オールマンが具合が悪いから出ません。で、グレッグが出ないんだったら、じゃあ誰が歌うの？思い出した。だから、グレッグ・オールマンとディッキー・ベッツの仲が悪かったんじゃない？うん。でもまあ、グレッグ・オールマン以外の人とも、いろいろ。そうなんだ。あんだけど。出ないんですけど、帰るんだったら、今、出口で、払い戻しします。払い戻しますから、どうぞお帰りください。で、その代わりに、だから歌ったのが、ウォレン・ヘインズで、あの人誰って感じだったんだけど、すごい歌も良かったし、うん、ギターも良くて、うん、あのレスポール持ってる人、うまいねって、うん。その後、結構経ってさ、二人であれ、ガバメント・ミュールってさ、うんうん、ウォレン・ヘインズだ、ね。だ、ウォレン・ヘインズはだから、オールマンと並行して自分のバンドもやってて。それがガバメント・ミュール。うん、何回か来たよね、私何回か見に行って。うんうん、でガバメントミュールは、いつ見たんだっけ、あの時。もうなんだかんだ20年くらい。なんかスタンディングだよね。そうだったかな、うん。私最後にガバメントミュール見たのはね、ビルボードで見た。5、6年前かな。あ、そんな最近。うん。うん、なんかすごい、オールマンってだから、入れ替わり、立ち替わりで、うん。例えば、デレクトラックスだって自分のバンドもやってるけど、うん、まあ今、オールマンないけど、うん、オールマンがビーコンでやるときは、うん、それこそクラプトンバンドを抜けて、うん、もうこの時はオールマンでやりますからって言って、うん、で、オールマンに行ったじゃない、うん、やったじゃない、だからそうやってさ、バンドの中でも、みんな自分のバンドを持ってるみたいな、人が多いよね。なんか印象としては、うん、でももうグレゴルマンも死んじゃったからさ、うん、もう再結成はないね、うん、誰がやるんだ、グレッグもあれもいなくて結構意外と、それこそさ、もうあれビーコンシアターって毎年やってたんでしょ、うん、そう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 、あれやんないのかね、うん、だからもうオルマンは終わりだからって言って、うん、一応2014年に最後のビーコンシアター、うん、結構前だね、ビーコンシアター行ったよね。あ、別の時ね。うん。バディガイと、ジミー・ボンでしょ。そう。いい会場だよね、すごい。うん。うん、あそこも古くていい会場で、結構広かったよね。うん、広かった。うん。あの時もしかしたらクラプトンが出るかもしれないとかって。そう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 。期待したんだよね。うん。あれってだから、バディガイのコンサートで前座がジミー・ボンだっけ？まあ、前座なのかオープニングが、まあ、前座なの？あれって。そうなんだね。だからジミー・ボンが最初に出て。そうだね。うん、だよね。うん、あれは、時あたかも、クラプトンの第1回目のギターオークションがあった時の、時に、同時期にやってたコンサートで、うんうん、同じニューヨークの市内で やるから、もしかしたらクラプトンも参加するのではという期待も持ちつつ、そう。オークションにも来るかもしれない。うん。でも来なかったね。来なかったね。だってあれだよね。ほぼ同時期っていうか、ちょっと遅れて、クロスロードコンサートがあったんだよね。そう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 。あれが第1回目？そう。あれ、1週間後ぐらいだっけ？どこでやってたんだっけ？マジソン。で、なんか、リハーサルが、なんだっけ？ロサンゼルス。スティーブ・ガットの、ね。スティーブ・ガットが、ポール・サイモンのバンドに、で、ツアーやってるから、確か、ロサンゼルスかなんか。うん、そうそう。だから、その時、ニューヨークにいなかったんですよ。そう。っていうか、ね、第1回目のクロスロードフェスは、ちょっと見とけばよかったなって思うけど、オークションはって確か1週間か10日ぐらい。そうなんだよね。ついでにっていうわけにいかない日程だったんだよな。まあ、ロンドンだったらいるけど、うん、って感じだったかな、うん。でも、逆にオークション行かないであっちだけ行った人もいるよね。あの時、リトルウィングやったんだよね。うん。デビッド3本が吹きまくったやつね。結構さ、だから、あの時はこじんまりしてたよね、クロスロード。一日だけだったしね。うん、そうだね。そんなにいっぱいいろんな人も出なかったしね。うんうん、